名護市に進出したのは、GPS を使った登山用地図アプリの開発などを手掛けるヤマップの子会社、ヤマップネイチャランス損害保険です。一定の要件を満たせば、税制上の優遇措置を受けられる名護市の金融特区を活用して進出したもので、遭難した際の捜索費用を保証する外遊びレジャー保険や、アウトドア用品を保証するアウトドア家財保険の2種類を提供します。名護を中心とする北部地域の人々の雇用を進めていきたいと思っておりますし、私たちが持っているデジタルビジネスのノウハウを地域に還元していきたいなというふうに思っております。名護市の金融特区に一般向けの保険会社が進出するのは初めてで、5年後に80億円から100億円の売り上げを目指すということです。